T 先輩です。ノクタン。ジェイコだよ、ノクタン。まるで今までとは全く違う場所からのスタートです。見たことない人がいるよ。それはもちろん。選ぶと思った。どうやらハーピーみたいです。へえ。この上にも世界があるんだ。なんかついに別種族と会ってしまいました。まあカエルのおじいちゃんはいたけど。はっきりと会話したのは初めてだもんね。まあ私が気になっているのは右のドリーム鉱石ですけど。うん、危険な動物。あ、ここでウェンディゴの爪だな。それと交換ってことか。なんだ、どこかに落ちてるかと思ったけど。交換で手に入るんだな。え、あ、これか。渡しちゃってよかったのかな？おわ？天国に来ちゃった。なんかもう最初の頃とは別世界ね。ハーピーとかトロールとかが敵なのか。もうここ、もしかしてクリア後の隠しダンジョンとかでは。必要となったムーンクリスタルって、確かフランからもらったんだよね。はい。すべてのワープを解放した後にまた10個あげたらもらいました。だよね、ということはやり込みが必要ってことだから、実際クリア後のおまけと見ても間違ってないかも。地上とは生えてる木も違いますし、まさに天井の世界って感じだな。ここにもトカゲはいるんだ。バター。なるほど、身を炙るとバターに。さすがにここは早いかな。ちなみに場所はここです。スフィアとは反対側ですね。あの崖の上に行ったってことか。さて、じゃあ今回はスフィアに向かいましょう。どうやらここがラストダンジョンらしいです。そうなの。ただ、恐ろしく長いみたいで。本格的に攻略するのは改めて、となるかも。ふーん。ほら、最強の武器も手に入れたいですしね。そういえばそれも残ってるか。できればトーマスから改良武器も一つくらい欲しいし。まあ次回までに録画外でまた作業しようかと思ってます。地面の時だけ足音が。え？警備システムってことか。今完全にアイテムが出た音がしたけど。まあないよな。近づくと攻撃されるってことだね。怪しげな花。ここだけ見ると美しいですけど、その中にある恐怖感は隠しきれてませんね。確かに、なんかゾッとするような雰囲気。おお、美しい庭園。って、これが入り口にあったあれか。羽が。つい試しちゃった。
まあセーブに戻れば同じですからね。これは、これだけなら問題はないか。いろんな警備システムがあるんだね。あの手みたいなやつはさすがに怖いな。うん？これ当たってないですね。ほんとだ、着く直前に破壊されてる。そうか、破壊不可能か。上を飛び越える必要があるんだな。上にもあるし。ギリギリ。怖すぎでしょ。めっちゃ小さい。大きさは一定じゃないのね。完全に罠か。うん、となると上からってこと。ここは通れるとか。なるほどね。ゆっくり歩かないと危ないな。うっかり範囲に入っちゃいそうだね。なに？そんなところにラインがあったのか。まあでもこいつらくらいなら問題はない。と言いつつ少しくらいましたけど。問題はあの手だよな。もうどうしようもないからね、避けるしか。うお？そういうことか。床に落ちるとビームが飛んでくると。あ、ワン、ひえ？あちょ、上がれなくなりました。何をやってるの。瀕死もいいところ。落ちたら本気で終わりだね。いけるのか試したかっただけなのに、ほんの少し範囲に入っちゃったみたい。ふう、あのまま続けてきているので、回復がほとんどないのが痛すぎます。あえて触れていくスタイル。死にたいの。こことか絶対食らうのでは。避けられそうなところとそうじゃないところがあるね。申し訳ないですけどもう諦めてます。今はできる限り先まで見れたらいいなって。心が折れちゃった。だってこれですよ。こんなのどうすればいいの。上は当然行けないしね。ローリングでも食らいそうだな。二つの隙間はないに等しいし。だよね。素早く左に戻れば、とも思ったけど無理でした。それでも一つ目のマップは突破できたか。ここにセーブがあればねー。そんなに甘くはなかったようです。ここは開きそうだな。これズルして上から行けないかな。もうギリギリに刺して。
惜しいところまでは行くね。頑張ればいけそうです。あ。そして最悪の結末と。え？なんでここ？はい。あの後かなり長い時間遊んでました。ほぼ作業だったので録画はしませんでしたが、いろいろとご報告したいことができたので、そろそろお見せしようかなと。まずこれ。トーマスが直せそうなものがついに。おお。お城の塔をもう一度探索してみたのですが、レオ王子を助けた奥にありました。なるほど。そしてムーンストーンもいくつか手に入ってます。せめて10個まで集めたかったけど。さてお見せしたいのはまずここ。あの二人はどうしてるかなぁと見に来たら。人が増えてました。ガーネットじゃない？そうなんです。捕まっているこの男女。例の詐欺犯ですね。この子はそんなに悪い子じゃなかったのかもね。兄。え？そうです。笑顔がかわいい。そんな。ゲイルちゃん。いつでもベッドを借りに行きます。お前は？その気持ちはわかる。あいつって以前、お城でも捕まってませんでしたっけ？またやり直すんだとか言って。あ、いたかも。結局悪事をやり直しちゃったんだ。で、入り直しても誰一人セリフは変わってませんでした。もう変化しないのかな？バーディーたちのはもう少し見たかったよね。3年後ですか。ちなみに酒場にいるこの右側の剣の男。この人におもちゃの剣を渡すことができたのです。思いがけず渡しちゃったものだから録画できなかったけど、どうやら作家さんらしいんですよ。へぇ？ちょっと夢見がちっていうかその。まあなんとなくわかるよ。たまには移動シーンもお見せしますね。こうしてみるとゲイルってやっぱりすごいよね。あ、それトーマスのことですね。ゴーレムコアはちょうど撃ってしまったところです。あ、これか。
持ってます。こんな人でした。まあ熱い人かな。やったー。これで最強装備が手に入りそうね。ヴァンパイアハンターだと？確かに気になってくる。ついでにドッグタグも渡しておきましょうか。そんなお礼なんていいのに。今度その鎧をください。お金じゃなくてそっちが良かったのね。あ、ウォレス将軍。怖いって噂ですからね。スコーチランドの西側か。オッケーです。この西側ってことだよな。もしかしてここかな。あ、そういえば言ったよね。あ、いた？おい。それは偶像だ。目を覚ましたまえ。よほど心が弱ってたのね。どうすればいいんだ。帰る気ないですって。ダメか。もしかしてあいつじゃないのかな。こことか。まあ西側ではあるけどね。この下まで逃げているとは思えないんだけど。レッカーのところにいたっけ？襲われてるとか。そんなわけないか？あれ？あ、もしかしてここからスコーチランドだから？そうだよ。でもこの西側って言ってもな。ひたすら東に走るだけですからね。どういうことだろう。右を東とすればですけども。そして鉄道に進んでたらすぐこれだよ。また瀕死。ここが厳しいってことをすっかり忘れてました。そのままニュール洞窟も死ぬ思いで突破しましたよ。欲じゃない。もうここの西なわけないもんな。そうだ。ここにも行けるところがありました。そしてなんとここは。セーブがある。はい、そしてそれだけじゃなくて。なんとワープもあったのです。重要施設じゃないの。ただ謎解きは必要でした。ここにバッテリーを3つはめなければならず。それなのに下には大量にバッテリーが。ほんとか。この中に壊れてないものが3つだけあり。右の機械でチェックして、正しいものを上に運ぶのが大変でした。なるほど、ここでチェックできるのか。バッテリーを階段にして上がったんですよ。そしてこれがどこに続いているのかというと、あ、久々に倒れちゃった。怖いね。これを読むとどうやらフランのものですね。もう全部読んでしまってますけど。見つけたけど作動しないから、多分ワープ先の問題かなとか書いてました。ふむふむ。ここからゲイルが現れた瞬間を目撃してほしかった。
して、ここはどこなのかしら。そう、それが気になりますよね。正解はここでした。ああ、ここか。はい。ロケットブーツがあれば戻ることもできると。他のワープにも近くて便利じゃない？そうなんです。これならパンセロ村からスピアまで自由に動けますね。ウェンディゴの爪も追加されますよ。最強のハーピーといえどもウェンディゴは倒せないんだな。クワなのかカマなのか。笑い声がややこしかったね。よし。ついに最強武器ですよ。あ、親方の方か。あれだろうね。あれなんだろうな。結局抜刀。でも確かに強そうだよ。この見た目で羽のように軽いのか。それは確かにすごいな。見た目はこの辺の方が強そうだけど。リーチなどに一切変わりはなし。そこは最後まで残念だったね。よし、じゃあ今回はこの辺にしておこうかな。次回は少しやり込み作業をしようかな。スピアは厳しそうなのでもう少し強化したいです。そうね。それではまた次回をお楽しみに。ノクターン。また見てくれたら嬉しいな、ノクターン。